2130円もした。でもちょっと違うか。そうだね、まあ田舎だからね。うん、ああ、じゃあ行くか。じゃあ行きますか。ああ、これ青の洞門、洞門に今から入ります。どうしたの？どうしようかな。手彫り跡行こうか。またこっち、こっち、こっち行こうか。すごいよね。でも飲み机の名なんだろう、彫刻刀の感じだよねこれ。飲みとハンマーだけで作ったからね。すごいど根性だよね。明かり窓、若干これ悟れるね。これあの角についているところが掘り違いを映したところだよね。あの角だね。どの、まああの角だね。まあまああの角さ。よく掘り違いに気づいたよね。やっぱ根性じゃない？うん。やっぱ根性で。うん。これ根性でできるレベルではないよね。引退だね。うん。いいよ、いいからいいと思うよ、落ちても。私は東大に落ちました。来年は京大を受けます。え、でもまあいけるんじゃない。でもこれ水が染み出してる。我慢汁。いや、何を我慢してんだよ。こんなところがあったんだね。あるよ。すげえ。スタップ待望はあります。スタップ待望はあります。あると思うよ。あったんでしょ実際。スタップ待望はあったんでしょ。違う、アキレス待望。そこで直して今おぼかたさんよ。元祖リケジョ。ああ、できたできたできた。鳥取にできたできた。そしたらなんかね、鳥取県民のね、約何パーセントかが行ったらしいよ、その初日。大抵あれなんだよね、鳥取のなんだろう、大学の、大学院生と、院生のなんだろう、バイトの、なんだろう、場所のうちの一つだから、なんか先輩と後輩が全部働いてる。先輩、スタップ細胞ってあるんですかね。わからない。だがしかし、あるいは、また、うん、お開く女。これ編集しづらいよ。なんだけど、あとあれだよ、
からない。なんか共に生きることはできるって人に、いい、ちょっとね、明日かのあのシーンをやろうと思ったんだけど、そういう反応遅れたね。あの子は人間だぞ。あの子を解き放て。なんだっけ、その後。黙れ小僧。人間のお前に何がわかる。そうだったっけ。そうだよ。そうだったっけ。ああそうだよ。親方、空から女の子が。できないでしょ。いきなりジブリ入っても。うん、まあいいんじゃないの。そこだけ抜けば。もう普通にもそこだけをくり切って動画に、そこだけで動画にしてどっかに埋め込もうよ。無理やり。それとも楽しみか。そうだね。で全部あれにしよう。全部それを、うん、しつこいくらい親方親方ってなんか入れよう。要所要所で。要所でもないのに入れよう。ああ、なんかやりたいことはわかる。わかる。よく使うもんね、 YouTuber。 そう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 、リピートっていうかね、ピッて入れるまで、うん、フラッシュバックみたいな。そう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 。でもさ、全然これね、動画として成立してないよね。ああ、普通に、なんだろう、この動画に対してこの青の洞窟に対してこう、うん、焦点があった会話をしなくちゃいけないはずなんだけど、全く関係ないからね。いや、だから、一般に公開する、なんだっけ、ブログの動画としては、成立しないけど。いや、ブログの動画。ちょっとこれ、うまく動画、ちょっと編集でやっといてくれよ。もう今動画入ってくからさ。その動画はあれだけだ。いや、あれして。うん、でここが前回和尚の手彫りの洞窟、うん、トンネルか、うん、なんだろうね、吉見の百穴もちゃんとこういう、なんだろう、桑とかさ、そういうの思いっきりガチンガチンってやってるから、こういう、なんだろう、普通のなんか切削機でやらったような感じもしないあれだよ。ボコボコだよ、こんな感じで。はい、行きますよ。はい、和尚。おい、動画だって。いやいや。シャッター音。